どうも高井です。貴重な時間を取られたくないならコストパフォーマンス重視が効率的。コスパ本の中にこういう小さめの本とこういう標準サイズって言うべきなのかな、こういう本があるんだけど、こっちの本は本体800円なんだけど文字のサイズちっちゃくて1ページあたりの文字の量は多い。でこっちの本は1ページあたりの文字の量は少ないんだけど文字が大きくて読みやすい。どっちを見るかな。こっちは1500円、こっちは800円。最近このサイズで中は漫画式になっていて読みやすい、わかりやすいっていう本が多々出るようになったんだけど、そのわかりやすい内容です、短時間で知識を得られるっていう、そういうメリットはあるけど、逆に小説みたいな文章から漫画化されて、で漫画からアニメされて、でアニメからドラマにみたいな、どんどんイメージしやすくなった。躍動感ある演出によってより分かりやすい。それはいいんだけど、どんどん頭を使わなくなってきた。ただそれでもコスパ重視の方がいいって言うのであれば、短時間で読めるっていうことであれば、こっちの方はね非常にメリットあふれてるんじゃないかな。私は否定はしませんけど、なるべくなら時間のある時にパフォーマンス重視のでかい本読んでください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。